やっほー、けいかです。ちょっと恥ずかしくなった今自分で。やっほー、こんにちは、けいかです。今日はね、韓国語のオノマトペを一緒に学んでいこうかなと思います。それではどうぞ。まずね、どんなのがあるのかなと思って調べてみたら、ハキハキとかあるじゃん、あれをトラントランって言うと、とじゃあハキハキ言ってよっていうのをトラントラン学んごやっていうかな。わかんない、初めて聞いた。ちょっと調べてみていい？なんて言ったら出てくるかな。 iPad で見てんの。ハキハキ言って韓国語。お、シュワンシュワンバレた。あ、全然違うやん。ごめん、はっきり言ってね、検索の仕方が悪かった。はっきり言って韓国語。シュワンシュワンバレッタ。え、シュワンシュワンって言うと、しかもマレッタか、ごめんごめん。シュワンシュワンバレッタ。シュワンシュワンマレッタ。まあ、はっきり言ってなんて言うことないけどね、韓国語で。むしろ言われる側だよね。はっきり言ってよみたいな。次！ちょっと待って、もやもや、それからもう一回調べていい？はきはきやんくて、はっきりって韓国語でなんて言っちゃう？はっきり。はっきり、韓国語。調べ方が悪いか。はっきりって言葉はまず、プンニョンイ。プンニョイ、プンニョイがはっきり。じゃあ、経過が調べた最初のさ、プランプランって、あ、ハキハキがプンニョ。ちょ、調べとく。ピ。次っていい？次は、ヒソヒソっていうのを、ソゴンソゴンって言うとと。ヒソヒソっていうのを、ソゴンソゴンって。え、かわいいね。え、これ使いたいな。あ、じゃあ、もうソゴンソゴンって。ちょっと静かに静かに、ちょっと。ちっちゃい声で話してっていう時に言うかな。これいいね。次はキラキラっていうのを、あ、これ聞いたことあるかも。みんなパンチャパンチャ、例えばキラキラ光るをパンチャパンチャ光るピって言うんだけど、まあそんな歌ないのかな、韓国語で歌わんのかな。次はドキドキ。あ、これも聞いたことあるんじゃない。ドクンドクン、ドキドキ、ドクンドクン、似てるね、なんかね、ちょっとドックンドックンみたいな感じ、捉え方が違うのかな。でもこの2つは覚えやすいね。でもケイカは今のところ一番気に入ってるのはヒソヒソ、サガンサガンっていうのが好き。次、ブルブルっていうのはル、うん、ブドゥルブドゥルっていうとこ近いかも。ブドゥルブドゥル、ブルブル、ブルブルっていうのをドブルドブルっていうんや。なんかこれはあんま可愛くない。次、スベスベ、あ、スベスベか、メクンメクンっていうのって、スベスベメクンメクンっていうのかな。ニヤニヤ、ニヤニヤするのをヒジュキジュ、ヒジュキジュ、ヒジュキジュ、ニヤニヤ、ヒジュキジュ。モフモフするのをポクシン、ポクシン、モフモフってポクシンポクシンっていうこと。あ、これかわいいじゃん、ポクシンポクシン。かわいいね、これね。チビチビ、チビチビって入れるのをホルチャコルチャーっていうこと。こんなの待ってないか。めっちゃ今結局宮崎弁やったね。ホルチャコルチャーってホルチャコルチャって言っちゃね、かわいいわ。ちょっと宮崎弁っぽいかも。宮崎弁ってチャチュチョが多いんやわ。なんとかやっちゃーとか、なんとかやっちゃわーとか、ちっちゃいチャチュチョが多いんだけど、コルチャコルチャって宮崎弁っぽい。てか、韓国語はもうゼロというかマイナスぐらいの喋れなさで行ったの。向こうに行って気づいた感じ。韓国語喋れないみたいな。韓国に行くって決まってから1ヶ月後にはもう向こうに住んでたんやわ。もうそんくらいの勢いで行っちゃって、本当に喋れなかったんだけど、一番最初に覚えた言葉は、モルゲッソ。モルゲッソってわかりませんとか言うんだけど、それだけしか言ってなかった。あ、モルゲッソ、モルゲッソとか、
何言ってたかな、アルゲスムニダーって言おった、かしこまりましたって、とりあえずはいって言おったね、アルゲスムニダーって言おった。まあなんとかなるかなって思う、韓国語喋れなくても行ったらね。でも絶対に勉強してた方がいいと思うな。ほんと怖いもの知らずすぎてさ、何も勉強せずに行ったのよ。もうただただ後悔しかせんかった。韓国人ってさ、告白するときなんて言うんやろ、宮崎弁やったらちょっ好きやっちゃけどみたいな。なんか急にバカっぽいね。韓国語、あなたのことが単身ヌンチョアハミダーかな、ちょっと待ってね、調べてみる。韓国語、あなたのことが好きです。単身ヌンチョアハミダー。合ってたね。単身ヌンチョアハミダーで、カムサハミダー。はい。せいせいせい、みんなは覚えてね、経験によって。単身ヌンチョアハミダ、あなたの単身ヌヌ、このパッチムで R がつくのがすっごい難しいんだよね。単身ヌンチョアハミダ、単身ヌンチョアハミダ、ねえなるチョアピー。はい、というわけで今日は韓国語のオノマトペと、単身ヌンチョアハミダを覚えてみました。皆さんもどう、覚えたんじゃない、さすがにこんなに言おったら。覚えてたくさん経過に聞かせてください。こうね、ジェスチャーで覚えたら覚えやすいかもしれない。あなたのことが好きですってどんな風に覚えようか、セクシーな感じで単身ヌンチョアハミダと、例えばドキドキはドクンドクンって覚えたり、ヒソヒソはソゴンソゴンやったっけ、って覚えたり、ハキハキ言うはトラントランって覚えたらいいかもしれん。あとは何、キラキラパンチャパンチャとかかな、そんな感じ。ケイカもたくさん今日は覚えられたので、一緒にこんな風にね、少しずつみんなと一緒に韓国語の勉強ができたらなと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンとコメントお願いします。それでは皆さん、バイバーイ、アンニョン。単身ヌンチョアハミダ、ナドゥ、あ、ナドゥチョアよって覚えてたらいいかもしれない。ナドゥチョアって、っていうの顔つきで覚えてね、しっかり。ナドゥチョアは私も好きみたいな感じ。じゃあ本当にバイバーイ、アンニョー。